モラルジー・レーサー・イーは、インドの政治家、ロークサバー議員、ボンベイ州首相、インド首相などを歴任した。ボンベイ州、バルサードに8人兄弟の長男として生まれる。ムンバイのウィルソン大学を卒業後に、アフマ・ダーバードの地方公務員として働いている。しかし、マハトマ・ガンディは呼びかけていた、不服従運動に加わり、長年にわたり投獄されることとなった。 インドの独立後には議会における政治活動を活発に行い1952年から1956年にかけてはボンベイ州の州首相を務めた。また連邦政府においては財務大臣や副首相を歴任している。1975年にインド国民会議派の選挙違反が裁判所によって認められたことで有罪判決を受けたインディラガンディ首相が 対抗手段として非常事態令を宣言した。これによって政治的反対勢力が多数逮捕されることとなり、ベーサー E も動国されることとなった。こうしたインディラ首相による強権的な政治が反発を受けたため、1977年の連邦会員選挙は国民会議派が大きく議席を減らし、ジャナタ等が過半数の議席を獲得することとなった。 選挙結果を受けて、インドで初となる、非、国民会議派政権が樹立され、ベーサー・イーが首相に就任することとなった。ジャナタ党は、ハミンディラを共通点として結集していたため、政権内には意見の対立が大きかった。そのため、首相就任から2年が経った1979年に、ベーサー・イー政権は崩壊している。ありがとうございます。